今日のこのスーパーフェザー級王座決定戦の向こうにはシリモンコンにとって残されている道は引退かあるいは世界チャンピオンかの2つに1つです。長い祈りを終えました。ゆっくりと階段を上がっていきます。シリモンコン新アンチャーの入場です。世界スーパーフェザー級王座決定戦第1位にランキングされているシリモンコン、青コーナー、まず長島健吾より先に入場、ロープを乗り越えました。 WBC 世界スーパーフェザー級1位シリモンコン新アンチャー、引退をかけてのリングです。対します赤コーナーより WBC 世界スーパーフェザー級2位長島健吾選手入場です。さあいよいよ勝負の時がやってきました。長島健吾、高校2年から国体で3連覇、アマチュアエリートボクサーがプロデビューを決意したとき、数多くの有力大手ジムからスカウトが殺到しました。しかし長島健吾がプロボクサーのスタート地点として選んだのは、東京から北へ電車でおよそ1時間、人口6万弱の茨城県古河市という地方都市にある、父親が会長を務める小さなジム、18古河ジムでした。元プロボクサーの父が自宅の裏庭に開いたジム、父親清会長です。小学校5年の時に初めてグローブに手を通した長島健吾、以来16年間父親を会長と敬い、息子を健吾選手と呼ぶ関係が続いてきました。練習パートナーや設備、決して恵まれているとは言えない環境の中で、98年の6月 OPBF タイトルを獲得しました。リング上を待つタイの天才シリモンコン、小さなジムだけどここからチャンピオンを育てたい、そんな父親の夢を最初に叶えたのが他ならぬ息子の健吾でした。3度防衛した後、99年の6月世界挑戦を見据えてタイトルを返上。しかし夢の世界タイトルを目前に長島親子に厳しい現実が待ち受けていました。強ければ挑戦できるわけではない世界タイトル、莫大なファイトマネー、大きなプロモート力、大手のジムに比べて地方の弱小ジムは圧倒的に不利でした。しかし長島は話しました。そんなことはデビューする時から分かっていた、スカウトされたジムからデビューしていればもっと早く世界戦ができただろう、でも僕は苦労してコスコスとやってきた会長の姿を見て育ってきた、会長が自分の手で作ったジム、隙間風が吹くこともあった、お世辞にも綺麗とは言えなかった、だけどそのジムから世界チャンピオンになりたかった。 OPBF タイトル返上から3年間は確かに長かった、でも会長と一緒に歩いてきた道のりに意味があるんです。父が縁起がいいと18を使って18ジムと名付けたジム、開設から18年目に息子の世界初挑戦が実現しました。絶対に会長にベルトを見せる、いや親父にベルトを見せると誓った息子健吾、父親が会長、息子が所属ジムでの世界挑戦は過去3度、まだ一度も成功はありません。2人で歩んできた16年間のボクシング人生、叶うか親子だかの夢、 WBC 世界スーパーフェザー級2位長島健吾です。タイの天才のリベンジか、親子の16年の夢か、まもなく運命。両国国技館はタイ、日本、両国国歌の吹奏です。最初にタイ国国歌の吹奏でございます。Thank you.
WBC 世界スーパーフェザー級王座決定戦、戦いの舞台は整いました。 WBC 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ王座決定12回戦を行います。赤コーナー WBC 世界スーパーフェザー級に130パウンド18古賀16年間の夢、世界タイトル初挑戦、長島健吾。ロコーナー元 WBC 世界バンタム級チャンピオン、 WBC 世界スーパーフェザー級1位、130パウンド大乱のシモコン新ワンチャン。唯一の敗戦の地日本で引退をかけてのリベンジなるか、タイの天才シリモンコンシンワンチャー。この試合のジャッジは3人、すべてアメリカからです。世界戦80戦目のトム・カツマレク、3戦目のヒューバート・ミン、30戦目のピーター・トレマテラ、そしてレフェリーはイギリスからリチャード・デイビス。タイトルマッチのレフェリーは21戦目、これまでにオスカー・デラ・ホーヤの防衛戦もさばいた経験があります。この試合の WBC ルールです。グローブは日本製の8オンス、1ラウンド中に3回ダウンすると KO 負けとなる3ノックダウン制、4ラウンドまでに偶然のバッティングで試合をストップするときは引き分け、5ラウンド以降はそのラウンドを含めた採点で勝敗が決まります。チャンピオン空位の王座決定戦、1位と2位の対戦、引き分けでの決着はありません。勝った者のみが世界チャンピオンのベルトを手にすることになります。父清、息子健吾、16年目の初挑戦。いよいよ運命のゴングが鳴りました。 WBC 世界スーパーフェザー級王座決定戦12回戦です。迷彩色のトランクス、左構え長島健吾、18古賀ジム、 WBC 世界スーパーフェザー級2位です。黄色いトランクス、赤いベルトラインとサイドラインがタイの世界スーパーフェザー級1位シリモンコンシンワンチャーです。長島健吾はこのシリモンコンに対してステップワークはないけれどもパンチ力がある、右のストレートに気をつけたいと話しました。右を警戒に出していきます長島健吾です。一方のシリモンコン、長島の印象を左ストレートと右フックが非常に危険であると話しました。ファイティング原さん、まず立ち上がり、静かな立ち上がりですね。でも長島君が、まあ、調子が良いだけいいんじゃないですかね、はい、ただやっぱりあのシリモンコンもシリコン、シモンコンですね、シリモンコン、はい、非常にあの怖いですからね。そうですね、ただいつもあの一発だけであの長島君のですね、はい、あの止まっちゃうからね、でも入ってきますからね、はい、チャンピオン、あのシリモンコンはね、長島も右を打ち返します。浜田剛さん、いかがですか。うん、あの今ゆっくりした長島立ち上がりでこの状態からもう少し揺さぶりたいですね。揺さぶりたい、うん、あのシリモンコンはですね、長島が打ってくる瞬間になるみたいに打ってくる瞬間になるみたいですからね、相手のタイミングをずらすと、長島が打たないとそんなに打ってくる選手じゃないですからね。そうなんですね、街、うん、のボクシングですね。そうなんですね、今みたいに長島打ったら必ず打ってくるんですね、はい、それを合わせるのが上手い選手なんで、そのタイミングを今ずらしたいですね、はい、長島は正面に立たない、打ち終わりに立ち止まらない、自分の足のリズムを使いたいとこの試合前に話しました。飯田聡さん、ここまでいかがですか。はい、スタートはすごい軽い立ち上がりで良かったんですけど、右長島、シリモンコン、シリモンコン、ああいう強打をどんどん打ってくると思うんですよ。パンチ力があります、はい、でその後しっかりと相手が打ち終わった後にボディ打ったりしてたんで、今のところすごくいい立ち上がりだと思いますね。右を軽快に出していきます長島健吾です。この対戦はスピードの長島、パワーのシリモンコン、そう位置づけていいでしょう。足を使われてアウトボクシングをされると苦しくなるシリモンコンを話しました。うまいステップワーク、ナイスボディバランス、長島健吾足を使う、リズムが自分の心情だ。お、左ダンス崩した今、左まっすぐいいの入りましたからね。入りましたね。その時のあの、ああいうこれもシリモンコンが左側をしてくるでしょうから、いいよね、それが気付けたですね。前に出てくるシリモンコン、落ち着いています長島健吾、非常に冷静な表情です。第1ラウンド、まずは自分のペースを掴んでいる両者、長島健吾、画面左、画面右、黄色いトランクス、シリモンコンシンアーチャー対右を出していく長島健吾です。非常に軽快なフットワーク、自分のボクシングの持ち味を発揮しています長島健吾。シリモンコン、ロープに詰めていく、落ち着いている長島、
これで長嶋は5点には回りたくないですね。蹴る、ナイス、ナイス左ですね、いいタイミングで左が決まりました。第1ラウンド終了です。放送席解説は元世界チャンピオンの3人です。ファイティング原田さん、そして浜田剛さん、さらに飯田聡さんです。そして今日はゲストとして次の世界戦が期待されています WBC バンタム級1位定権ジムの西岡俊明選手にもお越しいただいています。西岡さん、はい、世界戦リングサイド間近でご覧になっていかがですか？そうですね、いい雰囲気で、まあ、僕もまたやりたくなってきますね、はい、何かこうこのリング上を見ながらふつふつと力が湧き上がってくる、そんなところもありますか？そうですね、はい。そしてファイティング原田さん、なんといっても注目は長嶋親子が16年かけてのこの大舞台、気持ちが入るでしょう。初めてですよね。今まで結構ありましたけどね、3度挑戦がありました、ね、親子で、一度も成功はしていません。長嶋の親父は僕の弟子ですからね、ぜひそういう意味でも勝ってもらいたいですね。さあ第2ラウンドのゴングです。第1ラウンドは落ち着いて自分のボクシングを展開したサウスポー迷彩色のトランクス長嶋健吾です。軽快なフットワーク、スピードの長嶋、リズムの長嶋、パワーの尻文根です。リングの中央、少しずつ前に出てきます。右尻文根、落ち着いています長嶋健吾。シリモンコンはどんどんああいうパワフルな感じ打ってくるんで、それに一緒に乗っかってヒートアップしない方がいいですね。今みたいに冷静に軽く動いてとずっと動き続けれるといいと思います。はい、浜田剛さん、長嶋、はい、冷静ですね。それと今若干ボールに詰まる準備がありますよね、これを極力なくしたいですね。長嶋、激しい打ち合いが展開されます。第2ラウンド、長嶋健吾はこの試合を前に4月の中旬から2ヶ月間メキシコで合宿を行いました。現在フェザー級で世界最強と言われているマルコ・アントニオ・バレラのトレーナー田中仙台さんのもとでトレーニングしました。その田中仙台さんが初めて日本にセコンドツツキをやってきています。羽鳥さん、はい、赤コーナーなんですが、はい、その田中仙台トレーナーはまだ始まったばかり、まずジャブをついて自分のペースを作っていけ、そう話しています。はい、さあまず自分のリズムを作っていきたい長嶋健吾。ロープが両手にしたラウンド、残り試合時間まで1分あります。ね、今長嶋がダウンしたところに打ったと。ああなるほど。それで1点減点ですね。ダウンしてキャンバスに崩れ落ちた後にパンチを放ったということで、シリモンコンに1点の減点が与えられます。ただダメージが大きい長嶋健吾、2度のダウンを消した第2ラウンド。残り時間1分きた。あと詰められる詰められる。ここで。タイの強打、天才シリモンコン新ワンチャーの前に長嶋健吾が2ラウンドでキャンバスに沈みました。両手を上げて喜びます。タイの天才シリモンコン新ワンチャー長嶋健吾、うっすらと目に涙が浮かんでいるでしょうか。右一発でした。シリモンコン新ワンチャー長嶋を下しました。あまりにもあっけない幕切れ、力を出し切ることなくこの世界戦初挑戦を終えてしまった長嶋健吾、近くに寄り添う父親長嶋清会長は全く言葉をかけません。見守るだけです。下唇をかみしめる長嶋健吾、23戦21勝 12KO という戦績で、小学校5年の時から父親と一緒に歩み始めたボクシング人生、わずか2ラウンドでこの親子の夢がついえました。ファイティング原田さん、はい、第1ラウンドはただ非常にいいその
リズム、ね、調子だったような気がしたんですが、足が止まったら怖いなと思ったんですけどね、やっぱりあのパンチのある選手は怖いですね。そうですね、はい、浜田剛さん、はい、この完全にシリモンコンに敗れたのではなく、この表情を見てもまだまだ十二分に余力を残している、うん、一瞬の出来事だった、まあ、その瞬間はが効いたということなんですけどね、はい、まあ、終わってしまってからは本当残念ですね、はい、まあ、極力ロープに詰まるというところをなくしたらなと思って先に飛んできた感じでしたからね、はい、もう少しリングを広く使いたかったですね。長島健吾が今父清会長に手を取られ、ゆっくりとリングを降りていきます。ここまで23戦のプロキャリア、岸田黒星はわずかに1つ、デビュー2戦目でした。以来21連勝、こんな長島の表情、こんな長島の姿を見たのは本当に久しぶりです。右の下、目の下が黒く腫れ上がっています、黒ずんでいます。シリモンコンのパワー、パンチ力を物語っています。少し距離を置いて長島健吾の背中を見つめながらその歩みを進める長島清会長です。多くの大手ジムのスカウトを断って、父が会長を務める小さなジムから世界チャンピオンを目指した長島健吾、ただこのシリモンコンシンアンチャーのパワーの前に粉砕されました。シリモンコンシンアンチャー、5年前は減量に苦しみました。大阪で辰吉に敗れて、それが38戦で唯一のプロキャリアの黒星、リベンジなりました。引退をかけた一戦でした。控え室に戻る長島健吾です。この画面で見る限り、リングを降りるときに息子健吾の手を引いて階段を誘導した父親長島清会長、今扉が閉められました。この間一度も長島健吾に声をかけることはありませんでした。タイの天才シリモンコンシンアンチャー、今回は引退をかけた一戦でした。これが最後の世界戦のチャンス、負けたら引退、勝率は 50% だが自信は 100% と話した試合前、その強烈なパワーが早くも第2ラウンドに炸裂しました。ファイティングアラさん、これが第2ラウンドのこのシリモンコンシンアンチャーの猛攻です。この右ですね、まず1回目ですね、ちょうどいい角度が入りましたね。そしてロープ側に詰めていきます。ここでもダウンを奪ったシンアンチャーです。浜田剛さん、はい、パワーですね。まあ、あのタイミングの選手ですけどね、まあ、今見てもちょっと今の最初のダウンの一発目のあのパンチあたりはちょっと追い詰められての右フックを合わそうとしたパンチですからね、あの長島が、だから先手先手で行きたかったですね。ちょっと追い詰められての、まあ、引っ掛けだったんで5点に回りましたね、はい、リングサイドでは辰吉丈一郎さんです。5年前大阪で圧倒的不利と言われた中でシリモンコンシンアンチャーを下しました。さあ、そのシリモンコンのそれでは勝ちましたシリモンコン選手です。すごい KO でしたね。ありがとうございます。5年ぶりにチャンピオンベルトを巻いた今の気持ちを聞かせてください。ดีใจมากเลยครับที่ได้กลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งและได้แชมป์ที่นี่ครับเป็นเมืองที่ใฝ่ฝันมากขอบคุณครับรักคนญี่ปุ่นมากนิสัยดีครับはい、ありがとうございます。またこちらの日本に戻ってで試合をしてチャンピオンになることができてありがとうございます。私日本が大好きです。日本人のことも愛しております。ありがとうございます。長島選手の印象を聞かせてください。ルース간촉갑나가시마양바이반การชกคนนี้ต้นหนักใจมากนะครับโดนเหมือนไงหมัดก็ใช้ได้ครับเก่งมากต้นก็เหมือนที่ดูในเทปครับรูปแบบเขาแล้วก็ระวางแผนมาพอดีกันครับคือเราเดินเข้าหาก็ได้เข้าทางครับはい、テープ通りですね、そういった試合運びをする選手だとは思いました。ただ、まあ、距離の方を取って試合の方を進めました。どうもおめでとうございました。ขอบคุณมากครับ